キラチャレオフィシャルホームページをご覧のみんな、 Hi! How are you? マッシュだよ。さあ、これから僕がキラチャレのエントリー方法について説明していくよ。と、その前にキラチャレって何？っていう人もいるかもしれないから簡単に紹介するね。キラチャレっていうのはキラッとエンタメチャレンジコンテストの略なんだよ。このコンテストではその名の通りキラッとしたスターを目指す日本全国の3歳から中学生までのキッズ、ジュニアたちに日頃の練習成果を思う存分発表してもらう場所を作ろうとスタートしたんだよ。そしてもう今年で8年目を迎えました。イエーイ。はい、今回も特別協力をいただいているイオンモール株式会社様に会場を提供していただき、過去最大の全国8カ所のイオンにて予選大会が開催されます。そのスケジュールはこちらだよ。土曜日にまず一次予選を行います。そしてその一次予選を通過し、翌日日曜日の二次予選に参加してもらいます。でもね、イオンレイクタウンカズでの関東大会1は土曜日、日曜日が一次予選で、月曜祝日が二次予選ですよ。みんな注意してね。さらにその二次予選を見事に通過した人は11月8日の東京の品川ステラボールにて開催される決勝大会へ出場できちゃうんです。やった、みんな決勝大会を目指して頑張ろうね。ファイティング。キラチャレがどんなコンテストか分かってくれたかな？それじゃあエントリーの方法について説明していくね。キラチャレの参加費は無料です。でも事前エントリー制だから申し込みをしないまま当日来ても参加できないから、しっかり申し込もうね。まずはエントリー部門を決めてください。どんな部門があるかっていうと、一つ目はモデル部門。ファッションに興味があっておしゃれが大好きな子なら誰でも OK。 うん、この部門の審査はウォーキングをしてもらいます。二つ目は歌部門。 J-POP はもちろんロック、ヒップホップから演歌、アニメソングまでジャンルは問いません。ソロでもグループでも大丈夫だよ。こちらの部門はカラオケで審査を行うよ。三つ目はエンタメ何でも部門。楽器演奏やお笑い、大道芸などエンターテインメントなことであれば何でもオーライト。こちらの審査はもちろんそのパフォーマンスを披露してもらうからね。そして最後はダンス部門。とにかくダンスならジャンル問わず、みんなの練習の成果をぶつけてきてね。この4つの部門の中から1人2部門までエントリーできるんだよ。ダンスはグループで出て、歌はソロっていうパターンもありだからね。みんな、よし、部門も決まったことだし、実際に申し込んでみよう。申し込みはパソコンやスマートフォン、携帯電話などウェブから行うよ。オフィシャルサイトにあるここをクリック。そうするとこの画面になるよ。1枚目はバストアップを送りましょう。画像はあまり大きなサイズだとエラーになってしまうから気をつけてね。ちゃんと画像が送れたら返信メールが届くよ。これは2枚目の画像を送るためのメールです。本文を変更したりしないで、今度は全身の写真を貼って送り返してください。そうすると返信メールが届きます。ここに名前や住所、連絡先など必要事項を記入して返信してください。これで申し込み完了です。ちゃんと申し込めたらすぐに完了メールが届くよ。 You got mail。 その時こちらの ID 番号は控えておいてください。もしエントリー完了メールが届かない場合は、エントリーができていないのでもう一回最初からやり直してみてください。それでも完了メールが届かない場合には事務局までお問い合わせください。締め切りは参加する予選大会の2週間前の日曜日だよ。
書類審査はなくて応募してくれた人はみんな出れるんだけど、万が一申し込みが多数で会場の受け入れ人数をオーバーしてしまった場合は参加をお断り、または他の会場への変更をお願いさせてもらうかもしれません。だからなるべく早く申し込んでね。 Hurry up! Finish! これで応募は無事終わったよ。あとは予選大会で万全のパフォーマンスができるように練習や準備を進めてね。各予選大会の1週間前くらいにエントリーしてもらったメールアドレスに当日の案内が届きます。こちらのメールも受信できるように設定しておいてくださいね。メールアドレスの変更などにも気をつけてください。応募方法は以上です。わかったかな？ Do you understand? もし他に不安なことがあったら事務局に問い合わせのメールか電話をしてみてね。それじゃあ今回はこの辺で終わりにします。次回はコンテスト当日の審査について詳しく説明するよ。このコンテストのテーマはチャレンジすること、それが大事。失敗しても大丈夫、怖がらずチャレンジしてね。みんなのキラッとしたパフォーマンスを楽しみにしてるよ。 MC はマッシュでした。じゃあね、バイバーイ。